ビリニュースは、リトアニア共和国の首都で、同国最大の都市である。人口は558,165人。かつて、ポーランド領だったこともある。バルト三国で唯一海に面していない首都で、バルト海に面した、リトアニア主要港のクライペダからは312キロメートル離れている。ビリニュースは、ビルネ川、ネリス川沿いに位置し、リトアニアの南東と、 地理的に偏ったところにある。これは過去数世紀の間に国境の形が変わっていったことと関係している。かつてリトアニア大公国の時代にビリニュースは国土の中央にあった。1994年に旧市街はユネスコの世界遺産に登録された。また2009年には欧州文化首都に選ばれたこともある。リトアニアにおける公用語であるリトアニア語では ビリニュース、ビルニュースと表記される。また、ソ連時代にはロシア語でビリニュースと表記されていた。日本語においては、ロシア語表記に基づいてビリニュースと表記されることが多かったが、リトアニアの独立回復以降は、リトアニア語に基づいてビルニュースと表記する例も増えてきている。その他、新聞などではビリニュースやビルニュースとも表記される。歴史的には、 ロシア帝国時代においては、当時のロシア語で、ビリナと呼ばれ、ポーランド第二共和国時代においては、ポーランド語で、ビルノと呼ばれた。また、人口の多くを占めていたユダヤ人からは、イディッシュ語で、ビルネとも呼ばれた。その他、ベラルーシ語では、ビルニャ、ドイツ語では、ビルナ、ウクライナ語では、ビルノと呼ばれる。詳細は、ビリニュスの歴史を参照リトアニア大公国の王。 ミンダウガスの居城の一つとして、この地に城が作られたのは13世紀であった。ゲディミナス朝の中高の祖、ゲディミナスによって、広告の領土は、ベラルーシー、ウクライナ、そして、ドニエストル川全域、さらには、ポーランドやロシアの一部にまで拡大したが、ビルナ川とネリス川という二つの高校可能な河川が流れ、森林と湿地に守られたビリニュスは、 公国の統治、防衛に好都合で、首都として機能するようになる。ゲディミナスの子アルギルダスの死後、大公の座をめぐって紛争が起こるとビリニュスは戦火に見舞われる。勝者となったヨガイラは、ポーランド女王、ヤドビガと結婚し、ポーランドリトアニア合同が誕生した。ヨガイラによってビリニュスは、マクデブルク法の自治を獲得する。ビリニュスは順調な発展を続け、16世紀に入ると、 城壁も整備され、ジグムント二世の宮廷もここに移された。ビリニースは広告領の各地から集った多様な民族で陰心を極めた国際都市へと発展した。1579年にはビリニュス大学が創立される。17世紀を迎えるとポーランド・リトアニア共和国は衰退が始まる。大洪水時代である。ロシア・ポーランド戦争ではビリニウスは ロシア帝国及び、ザクセン公国軍に占領され放火、略奪、大虐殺の甚大な被害を受ける。1710年には、ペストの大流行で1700人を超える市民を失い、さらに度重なる退化で、市は18世紀を通して、衰退を極めた。さらに、ポーランドリトアニア共和国は、ブランデンブルクプロイセン、ロシア帝国。 ハプスブルク君主国の三列橋により三度にわたって分割される。特に1795年の第三次分割でビリニュースはロシア帝国に編入されビリニュースにはビルナグベールニアの庁舎が置かれた。ロシア帝政下でビリニュースの城壁は破壊された。1812年ロシア戦役ではモスクワ攻略に向かうナポレオン・ボナパルトによってビリニュースは再び破壊された。 しかし、ナポレオンの大陸軍は、当初、市民には歓迎された。1831年、第一回反ロシア放棄が起こると、ビリニュース大学は閉鎖され、ビリニュースは、圧政下に置かれた。1863年に始まる、第二回反ロシア放棄は、激しい市街戦となり、鎮圧したロシアはリトアニア語と、ポーランド語を禁じるロシア化政策を強行。 リトアニア人がビリニュースをそしてリトアニアを離れることになった。20世紀初頭にはリトアニア語を母語とする市民はごく少数しか残っていなかった。第一次世界大戦中、ビリニュースはドイツ帝国の占領下に置かれた。ドイツ占領下でリトアニアは独立を宣言。ドイツ軍撤退後、ビリニュースはポーランド民兵部隊の支配下に置かれた。 ポーランドソビエト戦争が起こると、ビリニュースは赤軍とポーランド軍のたびたびの戦場となる。リトアニアはソ連とポーランドの双方を相手に戦いながら、1920年、リトアニア共和国を宣言。しかし、ポーランド政府はビリニュースの人口の多くがポーランド人であることを理由に、ポーランドの領土と主張、ビリニュースに侵攻した。10月7日に、スバ ポーランドによる侵攻以後、リトアニア共和国は、首都機能をカウナスに移転し、その後22年間カウナスが臨時首都とされたが、憲法上はあくまでもビリニュスを首都として規定していた。第二次世界大戦が勃発すると、1939年、ビリニュスはソビエト連邦とリトアニアによって、ポーランド支配から奪還される。ソ連軍はすぐにビリニュスから撤退。 リトアニアが自治を回復したかに見えた。しかし、翌1940年にリトアニアは、リトアニアソビエト社会主義共和国となり、事実上ソ連に併合されて、内務人民委員部によって、市民4万人以上が逮捕、殺害され、極東シベリアのグラグに連行された。さらに市内の工場にある機械はすべて外部に持ち出された。ナチスドイツが、 バルバロッサ作戦を開始するやビリニュースはナチスに占領され大きなユダヤ人社会のあったビリニュースには2つのゲットーが作られユダヤ人が隔離された最終的に多くのユダヤ人の命が奪われた1944年には再びビリニュースはソ連の支配するところとなり多くのアールミア・クラヨーバが処刑されたまた今度はインテリ階級が逮捕強制連行され シベリアのグラグ送りとなった。1949年、なおもソ連から独立闘争を続けるリトアニアは人民の敵とソビエト連邦共産党から認定され、一般市民まで数十万人がシベリア、中央アジアに強制連行された。1990年、ビリニュスの共和国最高会議議長に就任した。 非共産党員のビータウタス・ランズベルギスは、ソビエト連邦を構成する共和国で真っ先に独立を宣言し、リトアニア共和国が復活した。1991年1月に、ゴルバチョフ政権は、テレビ党や放送局を、九州、14人を殺害、独立阻止を企てた。8月、ソ連8月クーデターで、リトアニア共和国の独立が認められた。 リトアニア共和国憲法は第17条でリトアニアの首都はビリニュス市であると規定している。ビリニュースはリトアニア人の非常に少ない町で全住民におけるリトアニア人の割合はロシア統治下の1897年では2.1%、ドイツ統治下の1916年では2.6%であった。1931年における ビリニュースの民族構成は以下の通りである。特に現在世界遺産となっているビリニュース歴史地区の住民のほぼ100%はポーランド人であった。しかし第二次世界大戦でビリニュースがソビエト連邦領となりリトアニアソビエト社会主義共和国に併合されると戦後この街のポーランド人の多くがポーランドへと追放され住民は リトアニア人とロシア人にとって変わられた。2001年の統計では、ビリニュス市内の住民542,287人の構成は以下のようになっている。国土の南東部に位置し、ネリス川とビルナ川の合流地点にある。ビリニュスという名は、このビルナ川に由来する。ヨーロッパの地形上の中心に位置している。 バルト海に面するクライペダへは 312km の内陸部である。カウナスへ 102km、シャウレーへ 214km、パネベジースへ 135km である。欠片の気候区分では暖帯湿潤気候に属する。年間平均気温は摂氏6.1度、1月の平均気温は低摂氏4.9度、7月は摂氏17.0度である。 年間降水量は平均で661ミ、mm、リメートル。夏は摂氏30度を超えることも珍しくない。冬は氷点下が普通で、湖は氷結し、氷上の穴釣りが人気のある娯楽である。ビリニュースの金融街ビリニュースは、リトアニアの人口の自由、バルト三国でも主要な金融都市に成長している。フライロルの本社などがある。旧市街の南にある。 トロリーバスで市の中心部に出られる。伊賀、タリン、ワルシャワ方面を中心に毎日多くの国際線バスがある。旧市街の南にある。隣がビリニスバスターミナルである。ワルシャワ方面の国際列車は運休中で、モスクワやサンクトペテルブルクなどロシアへの国際列車が毎日運行されている。モスクワへの列車はベラルーシュを経由する。下記には、 シンフェロポリなど、ウクライナ方面への国際列車も、リガからビリニュース経由で運行される。国内ではカウナスなどへの路線がある。市の南 5km にある。市のバスでビリニュース駅や中心部に出られる。リトアニア航空が、ハブ空港としてきたが、経営難から運行が停止された。ラトビアのエアバルティックが、セカンドハブとして、この空港を利用しているが、ビリニュースの国際路線は、 年々急速に減少している。空港ターミナルは1950年代の典型的な旧ソ連建築であったが、宣言協定の規定に準拠した新しいターミナルが完成した。市の公共交通としては60を超えるバス路線と20を超えるトロリーバス路線がある。トロリーバスのネットワークはヨーロッパでも最大規模である。 トラム建設の計画はかねてからあるが、まだ実現していない。また地下鉄建設の計画もある。ビリニュスの旧市街は3.6平方キロメートルと欧州内でも最大級であり、歴史的、文化的事物が集積されている。同じバルト三国の首都であるリガやタリンと比べて、旧市街には城壁など明瞭な境界がなく、また都市の形成される過程において、 ドイツ騎士団やハンザ同盟の影響は見られない。旧市街の建築物は約1500ほどあり、特に教会建築が多様である。バロック様式の建築が多いように思われているが、実際にはゴシックやルネッサンス様式もある。旧市街はビリニュス歴史地区として1994年にユネスコの世界遺産に登録された。主な史跡は以下の通り、この世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。シーメンスアリーナバスケットボールが盛んで、リトアニアバスケットボールリーグやバルティックリーグに加盟している競合、BC、リータスが有名。競技場としては1万1000人を収容するシーメンスアリーナがあり、重要なバスケットボールの試合はここで行われる。ウジュピスはビリリトアニア語で川を越えてまたは、 川の向こうを意味し、ここでいう川はビリニア川を指す。この地区は従来あまり治安の良くない地区であったが、1997年4月1日に地区が独立共和国を宣言し、独自の憲法を掲げたことで有名である。ただし国境は開かれており、独自の通貨を持つわけでもない。現在では芸術家に人気があり、 ボヘミアと自由法人主義の雰囲気のため、パリのモンマルトルやコペンハーゲンのフリータウンクリスチャニアと比較されているほどである。ありがとうございます。